音楽生活柴田さんの部屋。皆さんこんにちは、柴田さんです。今回のテーマ、ライバルに差をつけろ、使える人はごく少数、ダイナミック EQ 完全マニュアルということでございまして、今回ご要望の多かったダイナミック EQ に関して解説していこうと思うんですが、皆さんダイナミック EQ ってどんなエフェクトか分かりますか？ほとんどの方がね、なんとなく EQ とコンプが一緒になったやつでしょみたいに思ってる方もね、多いんじゃないかなと思いますが、確かにそうなんですけど、厳密に言うと EQ とコンプの仕組みを使ったもうね、全く別物のエフェクトだと思っていただいた方が良いかなと思います。このダイナミック EQ でないと、できない処理や音作りなんかもありますし、また昔の私柴田さんもそうだったんですけど、初心者やもう何だったら中級者以上の方でもこのね、ダイナミック EQ ちゃんと使えてる方ってそんなにいないと思うので、今回このダイナミック EQ を覚えてライバルにね差をつけていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネル音楽生活柴田さんの部屋では、作曲編曲ソフト音源やプラグインのご紹介など DTM にまつわる情報を、特に初心者の方にも分かりやすい内容にして、毎週金曜夕方6時に更新しておりますので、チャンネル登録まだだよっていう方はね、ぜひ右下の登録ボタンからチャンネル登録もお願いいたします。また月額990円の有料メンバーシップの方では、各無料動画の続き動画が見られたり、一動画一人一問一答の特典もついておりますので、ぜひそちらもご検討ください。ということで、もう早速ね、画面の中にワープで参りたいと思うわけですが、ちょっとね本編長くなりそうなノーマルワープでサクッと参りましょう。ということでワープ成功でございます。今ご覧いただいておりますのがスタジオ1というダウソフト。今回使用するダイナミック EQ はですね、誰でも無料で使えるこのソフト、東京ドーンレコーズのノバというダイナミック EQ プラグイン。これね、無料なんですけど、かなり優秀なんですよ。基本的な作りがしっかりしてますし、聞きも良くてね、使い勝手も良いので、ダイナミック EQ をお持ちでない方はね、ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。ちなみにね、このソフト、ブランド名に東京とあるんですけど、これね、海外のメーカーさんで、ダウンロードサイトは全部英語なのでご注意ください。で、まずはね、実際の使い方を解説していく前に、そもそもね、このダイナミック EQ をどんな時に使えばいいのか、通常の EQ やコンプなんかとの違いなんかもね、知っておきたいところなので、解説メニューこんな感じで進めていきたいと思います。はい、まずは通常の EQ やコンプとの違い、そしてダイナミック EQ の使いどころ、最後にダイナミック EQ 自体の使い方の解説。それでは早速参りましょう。まずは1つ目、通常の EQ やコンプとの違い。はい、これね、ご覧いただいているのは左側が DAW ソフトスタジオ1プロフェッショナルに標準搭載されている純正のイコライザーエフェクト、厳密に言うとね、これもダイナミック EQ なんですけど、で右側が今回解説に使っていく TDR ノバで、この左側のね、DAW ソフトの EQ の方は通常の EQ として扱っていきますが、まずね、基本的になんですけど、ダイナミック EQ は通常の EQ とほぼ違いはありません。ダイナミック EQ も通常の EQ として全く同じように使えるんですけども、これね、唯一にして一番の違いは、この EQ の各ポイントが自動的に動くということなんですよね。通常の EQ は皆さんご存知のように、こんな感じね、各ポイントを上げ下げしたりして設定を行ったら、もう当然ですけど、そのまま固定ですよね。でもダイナミック EQ はこの各ポイントがそれぞれの帯域で鳴っている音量に応じて設定を行っていくことでね、要は自動的にこのポイントを動かすことができるというものだと思ってください。で、ついでに説明しておくとなんですけど、これちょっと左側ご覧いただくと、こちらもね、スタジオ1プログレードに標準搭載されているマルチバンドコンプレッサーなんですけども、このね、マルチバンドコンプレッサーと混同されることが多いんですよね。でも実はね、はっきり違いもありまして、このマルチバンドコンプレッサーの方は帯域ごとに調整はできるんですけど、音を圧縮するのに対してダイナミック EQ の方は音量を上げるまたは下げるなんですよね。こちらのマルチバンドコンプレッサーは、出発点がね、コンプレッサーから進化してますし、でダイナミック EQ の方はこちらはね、出発点が当然 EQ からの進化なので、それぞれ考えてみると当然の違いでもありますよね。なので効果もね、使い方も似てはいるんですけど、どっちかっていうとね、マルチバンドコンプレッサーよりダイナミック EQ の方が音を潰していないので、自然な感じというか、本当ナチュラルに音量調整ができるんですよね。で、これはどっちがいいということではなくて、どちらも効果が違いますし、このね、ダイナミック EQ にしかできないこともあったりするので、ぜひね、使いこなしていきたいところでございます。では続いてまいりましょう。ここがね、もうとても重要ですよね。ダイナミック EQ の使いどころ。これがね、初心者の方には分かりにくいところでもあると思うんですけど、先ほどお聞きいただいたダイナミック EQ の仕組みが分かると、なんとなく見えてくるんですよね。で、具体的にはなんですけど、
どんな時に使いたいかっていうと、代表的なパターンはこんな感じですかね。ドンと特定の帯域だけ音量変化が激しい時、アタックが強い楽器パートの処理、まあ他にもねもちろんたくさんあるんですけど、今回はねこの2つのパターンちょっと見ていきたいと思います。まずは例えばですけど、パラアウトではないドラムのパート、今ご覧いただいている一番上の赤いパートなんですけども、まあこのトラックは打ち込みで作ってあるんですが、内容的にはねもうキック、スネア、ハイハット、シンバル、これらが一つになってしまっていて、このね TDR ノバの画面でどんな体型が鳴っているかちょっとご確認いただきたいと思います。でお聞きいただくとちょっとねスネアが大きいのにお気づきいただけたかなと思います。でこのスネアだけちょっと下げたいんだよなっていう時なんかにね、通常の EQ でスネアを下げてしまうと、例えば 1,2K ぐらいですかね、このあたりをちょっと分かりやすく下げてみましょう。こんな感じに、そうするとスネアの部分はね確かに抑制できたんですけど、まあ当然この帯域が削られっぱなしになってしまいますよね。でまたさらに別のパターン、今度はエレキベースなんですけど、これはねスラップ奏法のフレーズが打ち込んであります。これも TDR の場で内容を確認してみましょう。はい、まあグルービーでかっこいいフレーズではあると思うんですけど、このね 2K あたりがちょっと強いというか、輪郭ははっきりしてるんだけど少し音量的に抑制したいなという感じですよね。でこれも通常の EQ で処理をしてしまうと、今の 2K あたりちょっと抑制して聞いてみましょう。はい、ちょっとうるさいなと思った分、まあ抑制はできたんですけど、このポイントがまあ言ったら永続的に削られ続けてしまうので、ちょっとねこもり気味にも聞こえてしまいますよね。ということでお待たせしました。それではね最後ダイナミック EQ の使い方を見ていきましょう。はい、ドラムのパートの方に一旦戻りました。で先ほどはスネアの音域をね少し抑制するために通常の EQ でねこの辺りの体型を思いっきり削ってしまったんですけど、これを一回オフにして、でダイナミック EQ の方で処理を行ってみたいと思います。具体的にはなんですけど、先ほどの通常の EQ で削った 1,2kHz ぐらいの帯域、この TDR ノバは4つのポイントを使うことができるので、3つ目のポイントを 1.5K1500 ぐらいに合わせておきます。でこの状態はまだ通常の EQ モードなんですけど、この3つ目のポイントをダイナミックモードに切り替えます。ここにねスレッショルドのボタンがあるんですけど、これを押すことでポチッと、これでこの3つ目のポイントのみダイナミック EQ モードに変更することができました。でこのドラムのパートをループ再生しながらね実際の設定ちょっとご覧いただこうと思います。はい、これ再生していくと、このね 1,2K ぐらいにスネアの輪郭がねパスンパスンになっているのをちょっとお分かりいただけると思います。でここがね音量が上がった時だけ音を抑制するためにスレッショルドをね少し下げていくんですよね。ちょっとやってみます。グググググっと、はい、そうするとこのスレッショルドを下げたことによって、まあうっすらねこの青いラインご覧いただけると思うんですけど、この青いラインを音量が超えた時だけこの音量を削ることを行いますよと、まあ視覚的にとっても分かりやすいですよね。でこの状態だとちょっとね横幅というか、まあ急幅が広すぎるので、もう少し削っていきます。狭めていきます。急の幅を少し狭めていって、はい、こんな感じですかね。 1,2K あたりだけをこの青いライン、音量がスレッショルドを超えた時にこの黄色い分量だけ音量を下げている、まあつまりポイントを下げているのと同じことが行われているわけですよね。この状態をダイナミック EQ オンとオフで聞き比べしてみたいと思います。はい、お分かりいただけましたでしょうか。一つ前の項目でねご覧いただいた EQ のみで処理を行うのともう全く結果が違いますよね。ではもう一つのパターン、スラップベースの処理の方もね見ておきましょう。こちらも先ほど EQ だけで処理を行った時はこの帯域 3K ぐらいですかねを軸に、スラップ奏法の時の、まあ、指がね弦にバチンバチンと当たっているような帯域を永続的に抑制していたわけですが、こちらをオフにして、このトラックも TDR の場で音量抑制をねちょっとご覧いただきたいと思います。では再生しながら設定を行っていきましょう。まず抑制したい帯域はこの辺りですよね。ちょっとフリケンシーを合わせていきます。この3つ目のポイント 3.3kHz のところに設定しました。でこの状態でスレッショルドのスイッチをオンにします。ポチッと、はい、そうするともう抑制がこれ始まっていますよね。これだとちょっとスレッショルドが下がりすぎかな。もう少し上に上げてみましょう。はい、こんな感じでいいですかね。でレシオ、ここをね変更することでスレッショルドを超えた時にどれぐらい抑制をするか、その量なんかもね変更することができるんですね。今2対1になってるんで、もうちょっと上げ
げてみましょう。はい、 4.1 対1、スレッショルド音量は超えた時に4対1の割合でコンプレッサーと違って圧縮するのではなくて音量を下げるということを行っています。ではこれもダイナミック EQ オンオフを交互に聞いて確認してみたいと思います。はい、こんな感じでございました。まあ今簡単にね2つのパターンご覧いただきましたけど、これね EQ だけではなかなかこういった処理できないですし、マルチバンドコンプでもね、まあここまで局部的なというかピンポイントな処理って難しいんですよね。まあ、このダイナミック EQ をしっかり使いこなすにはある程度の知識と経験もまあ必要にはなってくるんですけども、使いこなしていけるとね本当にあの自然ないいバランスのミックスにつながりますし、これはねライバルにも差をつけられるんじゃないかなと思いますので、ぜひねこの無料の素晴らしいダイナミック EQ TDR ノバも使っていろんなパートのね、音作りにチャレンジしてみていってください。そして、この後の続き動画有料メンバーシップの方では無料動画にねさらに一歩踏み込んでこんな感じの項目を解説しておりますので、メンバーシップにねご参加いただいている方はぜひそちらも合わせてご覧になってみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。